2024年令和6年8月28日、西日本に上陸した台風10号を避けるため瀬戸内海広島沖にある倉橋島の南海上を航海していた。海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 の艦内において火災が発生したんだ。乗組員による初期消火によって消し止められ、艦隊への被害は軽微だったものの艦内で煙を吸った疑いのある乗組員5名が自衛隊呉病院に搬送されたな。今回は海上自衛隊の護衛艦加賀で火災が起きた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊によると、火災はヘリコプター格納庫がある第5甲板上のガスタービンからの排気すげをカバーしている防熱材が発火したとされ、火災発生から10分ほどで乗組員が消火したため防熱材が1メートル四方ほど焼けただけで済み、艦内への浸水や油などの流出はなかったとみられ、自衛隊呉病院に搬送された乗組員5名については、怪我などはなく命に別状はないみたい。海上保安庁呉海上保安部には28日の午後18時20分頃に海上自衛隊から艦内で火災が発生したがすでに鎮火しているとの通報があったとのことだよ。現在、海上自衛隊と呉海上保安部により火災の発生原因を調査中だが、原因や経緯についての詳細の発表はなく加賀の艦隊への影響などについても調査中とされていて、加賀の竹内周作艦長は火災の原因究明等に最善を尽くし、必要な対策を施すことで再発防止に努めるとのコメントを出したね。護衛艦を含む軍艦は戦闘を行うというその性質上、燃料や火薬などの大量の可燃性危険物を大量に搭載しているため、艦内で火災が発生した場合にそれが軽微なものであったとしても、それらの危険物に引火すると艦隊に大きなダメージを被ることになり、最悪沈没に至ることもあるからな。太平洋戦争後に発足した海上自衛隊において過去に発生した護衛艦火災は2件あって、第1護衛隊軍第7護衛隊所属の護衛艦稲妻 DE において1960年昭和35年6月15日に発生した火災が最初だぜ。稲妻は6月4日に洋艦である曙と津軽海峡の東口付近で夜間対戦訓練中に衝突し、艦橋を破損の乗組員2名死亡、2名負傷する事故を起こし、応急修理のため現場近くの民間造船会社函館土津区の岸壁に係留されていたな。そして6月15日、清掃作業中に使用していたガソリンに何らかの理由で引火し、火災が発生して乗組員3名が死亡したほか、乗組員4名とドックの従業員2名が負傷する火災事故となったわけだ。2件目は、2007年平成19年12月14日にヘリコプター搭載護衛艦白根 DDH-143 で発生した艦内火災で、横須賀基地に停泊中に火災が発生して戦闘式女子 IC 内の機器を全損した事故だね。12月14日午後10時19分頃、当時無人だった艦内 CIC で火災が発生しているのを乗組員が発見、消火に当たるも鎮火させることができないでいたけど、この間海上自衛隊から横須賀市消防局への通報は行われていなかったんだ。しかし、停泊中の白根に火災が発生していることに気づいた横須賀市民から消防局へ通報があり消防車が出動して、午後11時35分頃より消火支援に当たったんだけど、完全鎮火は火災の発生が発見されてから8時間後の翌午前6時19分だったよ。これほど鎮火に時間を要した理由として、火災発生当時の戦闘指揮所が無人であったために初期消火が遅れたことが指摘されているほか、艦内の内部構造が複雑であることも消火作業の妨げとなったと言われているな。また、内部のコンピューターや計器類が全損状態となったのは、焼失よりも海水を使用して消火したことが被害拡大の原因であるとの報道が出ていたぜ。この火災では怪我人などは出ておらず他の区画への延焼は防がれたものの、消火活動による大量の放水によって CIC 区画のある甲板の真下の区画が冠水してしまう被害が発生しているらしい。火災原因について、当初は CIC 内の液晶ディスプレイが発熱したのではないかと見られていたんだけど、調査結果をまとめた海上幕僚幹部事故調査委員会では、
CIC 区画内に無許可で持ち込まれた中国製の多物冷温庫が加熱して発火したためと推定され、飲料用として持ち込まれた保冷温庫が管内の電圧に対応するように変圧されていなかったことが出火原因となったとされたね。なお、防衛省では最終的に火災原因について断定はしていないものの、2008年平成20年3月21日付で、他事案護衛艦あたごと漁船聖徳丸の衝突事故及びイージスシステムに関わる特別防衛秘密流出事件と合わせて、海上幕僚長や艦長などに減給処分を実施しているよ。海上自衛隊ではこれまで艦艇を損失するほどの大火災事故は発生していないんだけど、アメリカ海軍では2020年令和2年7月12日に、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ海軍基地において近代化改修工事が実施されていた強襲揚陸艦ボノムリシャールで火災が発生し、工事のために艦内の消火設備が作動せず大火災となり、鎮火までに4日かかったことから飛行甲板など艦全体の6割が損傷したよ。アメリカ海軍では、修復には同型艦を新造する以上に多額の費用がかかることから、ボノムリシャールを廃艦処分として退役させて解体したんだ。今回の護衛艦加賀の火災がごく軽微なもので済んだことは不幸中の幸いであり、もし空母化改修を進めている加賀を失うような事態となれば日本の防衛構想に大きな影響を与えるところであったため、防衛省と海上自衛隊は今回の火災原因の究明と再発防止に全力を挙げるべきとの声が高まっているね。その一方で加賀と同型艦の出雲 DDH-183 は8月27日から29日までの3日間、現在西アジアに派遣されているオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの各海軍艦艇とともに、日豪威独仏共同訓練ノブルラベン243ノブルレイブン243に参加したぜ。この共同訓練では、太平洋上の関東地方南方から沖縄東方の海域を訓練域として、五国の艦艇が対空戦ミノル艦敵対戦訓練艦載機の相互訪問によるクロスデッククロスデッキなどの各種戦術訓練のほか、PHOTOEX などが実施され、海上自衛隊からは護衛艦出雲と汎用護衛艦大波 DD111 が参加したほか、潜水艦艦首及び艦名は不明と P1 哨戒機が参加したな。またオーストラリア海軍からホバート級ミサイル駆逐艦シドニー、イタリア海軍から軽空母カブールとカルロベルガミーに旧フリゲート艦アルピーノにパオロタウンディレベル級哨戒艦、ライモンド・モンテクッコリ、ドイツ海軍からはバーデン・ブリュルテンベルク旧フリゲート艦のネームシップであるバーデン・ブリュルテンベルクと、ベルリン級補給艦フランクフルト・アムマインが、そしてフランス海軍からは最新鋭のアキテーヌ旧フリゲート艦ブルターニュが参加し、アメリカ海軍が不在の中で海上自衛隊護衛艦とオーストラリア海軍及び欧州主要国海軍との連携強化を、特に中国に対してアピールすることが狙いと見られているらしい。共同訓練に参加した艦艇の中でとりわけ日本の軍事専門家などの間で話題になっていたのは、イタリア海軍においてすでに AV-8B ハリアーアイアイや F-35B ライトニング2などの、垂直短距離離着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルを艦載機として運用している、軽空母カブールで、同じく STOVL の F-35B の艦上での運用を目指して空母化改修が進められている出雲型護衛艦の参考となる点が多くあるみたい。軍事専門家が特に注目したのは、カブールの艦載機にイタリア空軍所属の F-35B が混ざっていたことで、その理由はイタリア海軍が F-35B 導入する際、すでに先行運用していた空軍から機体やパイロットの他に整備員なども借りる形で共同訓練を行っていたためとされ、海上自衛隊の出雲型護衛艦においても当初は航空自衛隊所属である F-35B が運用されることから、指揮命令系統などの統合において参考になる部分が多いと考えられているからだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。